タイマムクーヘンです。ただいまですね、この、春日通り沿いにありますですね、臨床院前っていうところですね。臨床院前でございます。でここにですね、こんな感じでですね、春日の局のですね、像があります。ここはですね、春日の局がですね、終焉の地という形でですねありますので、ちょっとここからちょっと回ってみたいと思います。行きましょう。春日のつもりの終焉の地ですからね。これが像がですね、完全に鎮座しております。はい、行きましょう。こんな感じですね。春日物つもね終焉の地、ズドーンと入り口があります。はい、臨床院さんでもよろしくお願いします。臨床院さん、春日のつぼね、これなんか鐘がありますね。あ、こんな感じで、ちょっとこれはちょっと寄ってみますか。春日のつぼねの、墓の前にちょっとこっち寄ってみましょう。失礼します。あ、綺麗な臨床院全員、寛永20年って書いてありますね。水寛永20年9月14日って書いてありますね。相当古いですねこれ。ワンコがいるな、あそこに。ちょっと見ますか。ワンコちゃん。ワンコちゃん。こんにちは。ちょっと後ろを向いてくれないかな。ワンコちゃん。ワンコちゃん。はい。こんにちは。ちょっとじゃあ行っちゃいます。ちょっとまたですね、時間があったら寄りたいと思いますけども、春日のつぼねのですねお墓ちょっと参りたいと思います。今ちょっとお寺で ありますんで、ちょっとこれ失礼します。これですね、ちょっと分かんないですけど、東洋大学発祥の地って書いてありますね。東洋大学発祥の地がこんなところに鎮座しております。うん、で現在地から春日のつもれさんのところまで行くのに、淀藩稲葉家、堀田家、稲葉家分家、春日のつもりと、まっすぐ行ってガクガク曲がっていったところに行けるんですね。ちょっと行きましょうか。
稲葉家の分家ですね。稲葉分家の墓って書いてありますね。稲葉家の墓がこちらにあります。これが春日の局の墓ですね。では春日の局はですね、大原玲子さんがですね、主役を演じていた大河ドラマで私ずっと見てまして、すごい楽しく拝見してました。すごい面白かったですね。あれも激動の徳川家康とか豊臣秀吉とか、あとは明智光秀とかも出てきたのかな。すごい楽しかったですね。明智光秀の重臣の娘なんですよね。それが、三男の家光の乳母になったんですよ。楽しく見させていただきました。ありがとうございます。春日の局、幼名は福、父は明智光秀の重臣斎藤利光、母は警部友などちょっと分かんない、初めは稲葉佐渡が成正な忠成の妻となり、うんたらかんたら書いてあります。ちょっとですね、後でですね、止めて読んでみたいと思います。これですね、徳川のですね、葵の御紋がありますね。はい、ではですね、春日駅からですね、歩いて15分ぐらいのところにありますですね、春日の局の、最後のですね、終焉の地のですね、からお送りしました。概要欄にですね、細かいのを載せておきますので、どうもありがとうございました。